夏の後半戦用の、はい、半袖アイテムがまた登場するので、はい、今日まあ夏のコーディネート動画これで紹介していこうと思います。商品が作られた以後ね、あの自分を目を通してもうとにかく着てみたかった、もう合わせてみたかったっていう感じですかね。着たことないようなカラーとか柄のものもあるので、なんかちょっと楽しみだなと。とにかく鏡とあの物とね、あの向き合ってちょっと着てみたっていう感じなんですけど、なんでまあ5つそれぞれに対してコーディネート、ちょっと納得のいくコーディネートにはなってるんで、はい、はい、参考になればと思います。1個目があのこの白のタッタソール、あの白グランドにグリーンネイビーですね。カバーシャツって結構あのちゃんと顔があります。このポケット襟っていうようにデザイン的にシンプルなように見えて、ちゃんとディテールの顔があるので、こういうアクセントがあるからこそ色味としてはもう整えて、あの白いパンツ、綿パナマのワークトラザーを合わせたっていう感じです。もう単純にあとは小物だけ少しあのネックレスとかちょっとシルバーのジュエリーを足すと、まあ、それだけで結構大人っぽい雰囲気が出るかな。だからインナーも白で、もう全部白で整えたというスタイリングですね。1個目、一番楽しみだった、染めるとどうなるんかなみたいな、結構想像も全く追いつかなかったのがこれだったんですね。赤とあのネイビー系のタッタソール、グランドモカ色にオーバーダイ、製品染めしたっていう感じです。なんかパッと見た時にちょっとこうくすんだ、なんていうんですかね、ちょっとこう昔っぽい古着になんか掘ったら出てきそうな柄っていうんですかね。これごめんなさい、古着とか言ってなんかすげえ漠然としてますけど、今の時代のものじゃない感じっていうんですかね、そういうのすごく感じたので、今回パンツに関してもちょっと色にフェード感があって古着っぽいリネン和紙のデッキトラザーズを合わせたっていう感じですね。イージーパンツなんですけど、ちゃんとベルトを巻いて、で白い T シャツをタックインして、ベルトをきちっと巻いて、ベルトをきちっと見せたりして着ると結構雰囲気があの締まるなっていう、まあ、要するにちょっとこう古っぽくてぼやけたような感じのカラーのまとまりの中に、まあ黒いベルトだったりとかサンダル、あとはまあデイバッグみたいなカバン、ああいうのをちょっとこう足してあのスタイリングを組みました。青いあのウィードペンがすごく映え、あの一見こう無地に見えるんですけど、よく見るとすごい映えてて、日差しのいい光の下だと青いこのウィンドペンが見えてくれる、この見た目的にも。パンツも今回あの最初に使ったあの綿パナマのワークトラザーズのオートミールを合わせたっていう感じで、インナーはあの黒 の, あの T シャツ、これ24天竺の、クルネックの T シャツを合わせてます。これに関しては特段なんかないっすけど、まあ、いいなと思って選んだって感じなんですけど、はい、あ、まあ、後々見ると今回の5つのコーディネートの中で2回もあの白いパンツを使ったんですけど、はい、あれだけあの日照りのいい夏のあの明るいこう気候の中だと、あの白いものを取り入れたくなるんだなというか、これに関してはちゃんとあります、はい、ちょっと暖色系というかね、バーガンディのというかワイン系のね、カラー、京都店の近所から多分アイデアが降ってきてる渋いなと思って、はい、うん、単純にもうすぐカジュアルダウンしてしまうよりはちょっとあの大人っぽく見えた方がよりこの色味の大人っぽさが伝わるというか楽しめるんだろうなと思いまして、ボトムに選んだのは、リネン・アムンゼンのミリタリーパンツなんですけど、それのブラウンですね。まあ同じようなちょっと暖色寄りなカラーなんですけどね、あのリネンのツヤがちゃんとあるあのアムンゼンのパンツであれば、トップスの大人っぽさもより映えるかなと。ウィンドペンのネイビー、これはめちゃくちゃ綺麗な色です。あの多分今画面で見えるよりも自然の光で見ていただくとより綺麗さが分かっていただけるかなと思いまして、これはもう即決でもうリネンデニムの、インディゴのリネンデニムで合わそうと思ってコーディネートをしました。まあ、全体的に自分もやっぱりスタイリングの傾向としてやっぱり色の数を抑えて、こう上下カラーを整えて近しいカラーでなんか上下をコーディネートするとか、素材感であったり色味というかそういうのがこう目立ってほしいので、まあ、単純にこの上下の色差はもうあんまり差をつけないように心がけていることが多いんですけど、まあ本当これに関してもそういう着方ということで、カバーシャツって言ってしまえばカバーオールの袖をこうスパッと半袖に切ったようなジャケットのようななんか半袖シャツなので、 T シャツもうクルネックの T シャツをボトムスにこうタックインして羽織るみたいなスタイルですね。ボタンを閉じずこのジャケットのように、こう半袖ジャケットのようにちょっとこう羽織って
使う、なんか着方の一つ、あのパターンとして楽しめそうかなと思うので、小物使いでベルトであったりとか、まあ首周りの例えばネックレスであったりとか、夏なのでもう手元に関してはすごい意識が皆さん向いてるとは思うんですけど、カバーシャツに関しては着方でね、パターンを持てば、まあ結構意外にベルト、綺麗な T シャツ、あとはネックレスとか、まあ、そういうのも結構ポイントにしてもらったら、よりなんか楽しめるんじゃないかなと